よし、これでオッケー。なんなのそれ。さあね、なんでしょう。なんでしょうって、やだ、針で指まで刺したのに。だって、魔術式取りの佐伯にできないことを俺ができるわけないだろ。そうよね、こういうことは佐伯さんがやるから神秘的なんであって、水瀬がやったって。いいから今里は黙ってろよ。これからおごそかに呪文を唱えるんだからさ。呪文？村井。ん？そしたらこいつをその浅田君とやらのカバンにでも忍ばせてみな。エロイ、エロイム、エロエ、ザバオト、エリオン、エシャロス・アドナイ、ヤー、テトラグラマトン、サディ。部活は？今日もサボり？モデルが学校休んでますから。北見先生には気をつけなさい。ここは少女たちが悪魔を呼び出した場所。北見先生。水瀬君、あなたこの部屋の鍵をどこで手に入れたの？その部活の後に美術室の鍵を返しに行って、偶然。そう、職員室に合鍵があったのね。あなたは一体？12年前のワルプルギスの夜、ここで起きた一部始終を知っている唯一の人間。でもその儀式に関わった人は全て死んだんでしょ？ええ、死んだわ。サークルのメンバーは全員ね。どういうことです？私が幽霊に見えて？私はあの時この場所で悪魔と契約を交わした。懐かしいわ、その本。悪魔の秘跡が記された禁断の果実。その持ち主は神と対等の力を得ることができる。この本を探していたんですか？いいえ、欲しければあなたにあげるわ。私はあなたを誘いに来たの。え？神をも凌駕するさらなる力、あなたが望むならそれを手にすることができる。私と同じように。何を言ってるんです？あなたは今ちょっとおじけづいている。でも気づいているはずよ。たとえその本を封印しても再び紐解いてしまうであろうことに。あなたは拒絶できない。一度魔術に手を染めた者はその誘惑から決して逃れることはできないわ。今ならまだ。もう下校時刻過ぎてるわよ。手も動いていないみたいだし、もう帰りなさい。高城先生。水瀬君、あの元気な伊万里さんがどうして3日も学校を休んでいるの？さあ、俺には。あなたの魔術と何か関係があるんじゃないでしょうね。何のことですか？水瀬君、あなたまさか。失礼します。うまくいったわね。ちょっと目障りな女なの。うん、上手ね、水瀬くん。高城先生、白木さん。
あなたも仲間におなりなさい。楽しいわ。佐伯さん、ねえ水瀬、なんとか言ってよ。目を覚ましてよ。水瀬くん、連れて行くわよ。ああ。先生、起きてたんですか。水瀬くん、顔色が。大丈夫です。水瀬くん、昼間は助けてくれてありがとう。いえ、先生があんな目に遭ったのは、俺の。北見たちと、手を切ってきたのね。ええ。この魔導書で全てが腑に落ちたわ。あなたがこれを持っていたとはね。どうやって手に入れたかは知らないけど、これは私たちが触れてはならない力よ。一度手を出したが最後、取り返しのつかないことに。すぐに気がつきました。俺はなんてことを。水瀬くん。先生。あなたはギリギリのところで目を覚ました。私も12年前、自分たちのやってることが恐ろしくなって、あのサークルを抜けたの。神は12年前と同じワルプルギスの夜に儀式を行うつもりなんだわ。高城先生。水瀬くん、今ならまだ最悪の事態を避けられるかもしれない。え？ただそれには時間が。先生、どうしたんですか。高城先生、切れないの。え？薬を大量に飲まされて。薬物には慣れているつもりだったけど。だったら熱いシャワーでも。水瀬くん。はい。泣いて。先生。我慢できないの。体がうついて、もうどうにかなりそう。でも。こんなこと頼むなんていけないのは分かってる。だけど。高城先生。お願い、助けると思って、お願い。お兄するところ見せたくないの。門の守護者、天津御国の門を守りたもう者よ。我は三位一体の天使、そして幾多の秘密の名においてオルクスの門を閉じよう。エホバ、ヤ、テトラグラマトン、サタイ、メシアス、アジオス、聖ミカエルが何時を地獄の淵に追い落とさんことを願う者なり。アーメン。警察の捜査、昨日で打ち切られたらしい。結局、北見先生の自殺ってことになったみたいだね。うん。謎はいろいろあるけど、解明しようがないからな。イマリ。え？本当にごめん。イマリをあんな目に遭わせた責任は、俺に。ミナセ。気にしないで。
私を守ってくれたんだもん。イマリ。伊万里さん、どうしたの？それ、残しておくと危険だわ。あなたに試させて。